このチャンネルです。マイアミ戦です。いや、最近なんかね、コラー登場して、また、クロスして、ヘディングしてくるのが多くなってきていますが。そうだね。まずは、うちは守備をなんとかしたいね。なんとか今日ラストゲームにしたいんだけど、勝って終わりたいな。勝って終われるかな。みんなやってんのかな、ユーフトって。これもなかなかの課金ゲームだよね。次から次へと毎週毎週。本日のゲームはイーストローンスタジアムで行われます。この時間はマイアミ対北海道コンサドーレ札幌、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本本気代の表守備を見ディフェンせてダやーろ北澤剛さんです。どうぞよろしくおう。マ願いジいでたします。守ろう。よろしくお願いします。せまめてずもフ勝ァーてんストかハーら、フ悲見てしいいきこまとしに。ょう。サイドを紹介です。左から右にマイアミ、こういう時反は対ね、側行くよ。右行くのよ。エンドからが札幌ボール。行くよ。このドリブルで OK だもんね。どんだけ、うまいディフェンセッスでトピッも。チで受ける。シュート。来た。先制。なんだこれ。イニエスタ、相手のチェックを外してのフィニッシュでした。ボックス内でうまくフリーになりましたよね。パスを受けるタイミングも良かったですし、フィニッシュまで綺麗に決まりましたよね。さあ札幌、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ早くとしてはい良やー、かったそことはは決思めてうんほでしかっすけた、ど、オウンボール。この後いくらでも展開変わりますからね。はい。まあ、してやこのゲームは強豪同士のマッチなので、何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。これはクリア。スペースへインターセプト。メッシー。スピード上がってきますよ。フリットへ。ここはつながりません。もうアホんださあ強打ら。を仕掛けます。札幌はビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて前半の戦い方いかがでしょまだ序盤ですから焦アるホこんとだはないと思うんですけどら。ね。戻します。ディーゴからスナイデル。なんだ？雨降ってこれる？は相手選手にリフレクション、コーナーになり今ま降っす。てねえわ。マイアミは2本目のコーナー。これナイはスキー得点。パー。中央へ。ナイスクリアー。シュートを狙いましたが、ボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。ビエラ。メッシ。メッシからフリット。レオン。レオン勝負か。シュート。そういスタうンことですよ。オフサゴール。見事な同点ゴール決まりました。これは熱い一発になりましたよね。まあいいや。これはこんギなリこギリとでしてする場合じゃない。ね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。
今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。お、ぶち切れたかもしかして今ので。答えありますよね。札幌同点に持ち込みました。ハイレベルな選手が揃う中で、きっちりチャンスをものにできましたよね、はい。やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。ベンホワイト、キミヒエ。追い続ければいつかはミスが起こるかもしれぬ。あ、これ完璧にぶち切れちゃってますね。はいはい、そんなことしてたら取っちゃいますよ。どうしたどうした、俺の体力を削ろうっていうのか。ブジョルウェイ、ベンホワイト、ブジョル、ここは下げます。セルジーニョ、あ、行き過ぎた、いけるか、足元狙う、ここは大きくクリア、ピンチを出します。リズムを刻む、はいどうも、リベリ、サーフリット、さあ抜けた、札幌カウンターを仕掛けます。ベッケンバーは、はいはい、セルジーニョへ、サカ、おー、なんか救急車になってるよ、消防か救急か、ピーポーピーポー、リュー、前半32分を回りました。さあ一気にカウンター、さあチャンス、シュート、こういうことですよ。あれ終わっちゃった。そんなとこでパスちょこちょこしてるから。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね。やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。びっくりする、びっくりするパス、さあ札幌、おいおいおい、仕事コントしてんじゃねえよ。これは見事な逆転ですよね。サポーターにとっては最高の展開になりましたよね。そうですね、これは奪い返します。ベンホワイト、ここはカットします。これは合いません。つないでる、つないでる、どうもレオン、ここは通しません。フリットへ、やばい、このお兄ちゃん怒ってるかもしれん。ディフェンス、これを読んでいた、ファール取れよ、このピンチを、ファールを取りなさいよ。スナイデルへ、サイドを使います。さあシュートレンジだ、厳しいディフェンス、ウィーフリットからレオン、一旦下げます。あいや、前半終了です。この人なんかクレーム入りそうですね。失点の後怒涛の攻撃。さあ前半いかがでしたか。前半からすごい試合展開になりましたね。いや、試合の流れって恐ろしいですよね。恐ろしいですね。生まれるのか、また再逆転あるのか、どちらにせよ後半も非常に楽しみですね。マイアミ対北海道コンサドーレ札幌、札幌が2対1とリードして後半に折り返します。ここでちっちゃい3人を入れていく、チビ4トップ、お、なんかいじってきてんのか。おお、だいぶフォーメーション変わったね。違うか、スイートップがちょっと開いてるぐらいか。Substitution on the field. Number 19. Coming on the field is 後半です。札幌がメンバーチェンジを行っているようです。そうですね。
このタイミングでの交代は回数に含まれませんからね。早めに前半の修正をかけてきた感じですよね。この後半の変化には注目したいですよね。ビエラ、もう一度組み立てます。さあジーコ、さあエンバペ、どうだこのシュート。うわナイスキーパー。やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。うれいキャッチ。反応でしたね北澤さん。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。レバンドフスキからベンホワイト抜けてくる。ベンホワイト、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。ロベルト・カルロス、ちっちゃい、媒介します。サカ、イニエスタ、組み立てながら攻め上がっていく。いやこれはカウンターのチャンスですね。繋いでる、マラドーナへ、これを奪います。外側から攻めていく。ここはボールを下げる。ここは奪います。危険なプレーのように見えましたが笛はありません。マラドーナからエンバペ、フリーだ、プジョルと呼んでいた。あー読まれてた。どうこの距離から狙う、落ちろ、早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打てますからね。エンバペからマラドーナ、エンバペからマラドーナ、サーフリット、マイアミカウンターを仕掛けていきます。札幌はまだメンバーチェンジの枠を残している状況です。裏へ届くか、ロベルト・カルロス、このボールに触ります。ちっちゃい、ちっちゃい、イニエスタ、さあカウンターのチャンスになります。ここは競り勝ちます。ここは繋がりません。優しいパス、イニエスタ、もっと思いっきり蹴れよ。ジーコ、パスの切り替えも早いでしょ。さあ来たか、さあリベリー、これをオフサイドはない。ズコベンホワイト削ってしまいました。これはカードイエローかい。かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。ドゥ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 ンドゥドゥン、直接狙える位置ですが、直接狙いましょう。離せるか。ベッケンバウアーとレバンドスキの間、3番目と4番目、そこがだいぶ空いてる。ためすぎた。うそクリアです。決まったと思ったんですけれど、レバンドフスキ、ハーランドが受ける、フォーデンから左へ、ハーランド怖え、自分で行く、チェックを受けますが動じません。上がる、シェフ、ここは抑えました。マイアミとしては今の形良かったですよね。オーラよ、振り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。ここは対応します。
マイアミとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点差し上げたいですよね。ベン・ホワイトから左サイド、このボールはカットされます。出ろ出ろ出してくれた、優しい。トップ下誰しようか、イニエスタにしようか。まだか。さあ、共に選手交代があるようです。ふよもう一度組み立てます。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。ネイマール、マッチアップのシーン、抜けた、一瞬の隙だったんだけどね。このパスを受ける、ディフェンスこれを読んでいた。ここは大きくクリアの対応。この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。ハーランドへ、サンキュー。マイアミとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。ここで丁寧にコントロール、ベン・ホワイト、なんで取られんねん。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。はい、退場、はい、退場、イエローカードです。みんな心配してますね。あれ、2枚目じゃないの。マイアミ、今のでイエローカード2枚目となりました。インターセプト、札幌としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまで集中したいですよね。このまま勝ちを奪いたいところです。これはキミッヒ、一旦戻します。あーっと、これは、いやー、こいつほんまにしょうもねえ。絶対あれ、怒りのコメントくるやん。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、そして電源切ると、ちょっと残念なプレーになってしまいましたけど、怒ってしまったことは仕方がないですけどね。切り替えていきたいですよね。切らんのかい。またオンゴールでもする気か。キーパーにバックパスして、ここで笛です。ナイスゴール、3対1、札幌逆転で試合に決着をつけました。勝利です。